てか、ゴグルさん、Gプロさ、はい、ピンクのやつ届いてからバッテリーの持ちめちゃめちゃいいわ。え、マジっすか？俺ピンクないんですよね。持ってないんですよ。あ、違う、だから多分俺もともと持ってたやつのバッテリーがいかれてんだと思う。あー、そうなんだ。多分全然持ちが違う。3倍ぐらい違う。3倍どころじゃない、10倍ぐらい違うかもしれん。多分1週間以上平気で持ちますよね。俺ださっきずっとこれ1週間ぐらい充電してた。もう1個のピンクじゃない方今使ってんだけど点滅し始めた。もう充電ないよって。やば、早すぎる。それはちょっとあれですね、初期不良っぽいですね。最初そんなことなかったんだけどな。なんか G プロこなんかおかしかったらすぐ送っちゃえば新しいの来るイメージは。あ、ロジクールなんかあれだよね、保証がめちゃめちゃいいっていうか、なんか即新品届くらしいよね。そうそうそう、なんかみんな G プロなんチャタリングするから即新品もらってるみたいな。俺チャタリングしたことない。そうないんですよ。でも結構してる人多いよね。俺多分机から落っことしすぎてそれでバッテリーいってる可能性ある。ああ、それは自己責任。まあでも可能性だから。大ファンするたびに吹っ飛んで地面に落ちてるからな。浮いてバコーンって。ビジネス大パンってどれぐらいの力でやるんですか？カメラの三脚が倒れるぐらい。完全にもうビジネスなのじわるんだよ。大パンとかしたことないもん。ゲームでそこまで本気でムカついたことない。あとなんかそれ聞いたことあるな。なんか人に相手に対してなんか悪く言ってんのが理解できないみたいなのを言ってたの聞いた気がする。ゴグリさんにじゃなくてでしょ。あ、違いますよ違いますよ。敵に対してっていうの。よくそんなみんな顔も名前も分かんない他人に怒れるなっていう子も。オタクじゃんは言うけどな。いや、オタクじゃんも結構ちょっと際どいところあるけど。かなり自分がオタクだから。グレーゾーン。まあ、けど大パンは俺もしたことないな一回も。一番最初チームにいた人がよくマウスを投げる人だった。へえ。たまーにやな、大パン。マジで1ヶ月に1回ぐらい。結構頻繁だな。結構な頻度だな。いや、ダリーとかって思うときはあるけど、別になんか、あーみたいな感じにならん。なんか何かに対してぶつけるっていうより、自分が勝手に萎えるみたいな感じだな、どっちかというと。一番でかい大パン誰だろう。佐藤さんかブラジルだな、どっちかだ。あ、俺はブラジルさんだと思う。どっちかだな、一番でかい大パン聞いたの。エストラいないっぽいな。相手なの。まあ、たまたまくなるかな、これ。7ミリちょっと持てないから、ステンは120発。あ、エストラいた。5ミリが欲しいですね。エストランやった。おい、さっきもいたぞ。ミナジョにいた人たち ?17 なんたら。エストランね、通路でダウン取ってる。でもリバイブしてるから。え、通路グレ入れる。ダウン来てるな。うん、あ、今いた。ナイス。あ、ショットするな。ここに8スコが。N が、N が2人以上、okay. 2人以上、2人以上、めっちゃ来てる、コンビニ。
もう一人やった。小屋裏それ小屋裏一枚やったの。多分起こしてる、 してる、うん、多分飛ぶ。結構いる。小屋裏奥だね。ガン開きの左角にいる一人。右は2階にいます。右2階。わあやばい、 M が。おお、なんだ2階にはいる。1人降りたかな今。降りてる降りてる。こっち入ってる。一人外。ナイス。カマボコいる。カマボコ。オッケー。いるな。ナウ。じゃあやべ、弾がもうね、あと10発しかね。5ミリない誰か。ある170ある俺。あ、欲しい。危ない。カマボコの外ベート2階にいる。もうこれよいしょ。え、外部今の人がんのマジ。やった、平和。ナイス。もう一枚いんな。すみません2階2階。あ、クッキャー。ナイスナイス。やべ、右から見えない俺から。3回終わった。天才。えぐかった。すごい戦闘だった。急にバシバシ来たな。応急誰か余ってませんか。あ、もう一個してる下に。ありがとう。ドリンクはいっぱいある俺。あれバイスコあったら欲しいから。バイスコこの中に3倍入ってます。2階2階に。ジクパと角曲が捨てた。グレット。グレット5ミリちょっと欲しいぐらいだな。もらおう5ミリ。まだいるんかなこれ。警察署が終わって開幕そんなに降りてなかったように見えたけど、いるんだったらでもそっち側じゃない。助かね。この段階で境界ぐらいの。あれ、オミディが全然なかった。あ、どっちだ。右70ぐらいだな。今129あるから上げれる。ガメった。ちょっとパッと見は見えないな。こいつ8スコ持ってる。家具かよ。エアコンペが待ってるよ。ここ大丈夫。エアコンペ拡張クイック余裕。 あったら持てます。コンペン、コンペ持ってくる。4倍余ってるけど誰か。大丈夫です。大丈夫。はいよ。高級2個あるよ。大丈夫かな。高級は届けに。完全に合わすならもらおうかな。あ、どうぞ。あと、痛そうだな、これ。開いてないわ。フル生存で、ようやく。もちろん出れる。あ、ん？これ俺です。でしょうね。でしょうね。なんか飛んできたけど、ごくりさんですね、これ。でしょうね。グレーあるよ。でしょう。
美味しいものが落ちてきてる。なんか DMR なんでもいいから欲しいな。SKS がね、死体箱にね、この3ピンのどっかだ、ここら辺かな、死体箱に SKS があった。この1ピンの下に SLR だったけど、誰か拾った？あ、俺拾った。それで SKS その隣に落ちてたとか気がする。ありそうだな。てかワンチャン MK が、ワンチャン MK が今から降ってくるそこのかまぼこ裏の石箱に。行くか。SLR 欲しいですか？これあ、捨てるなら。しました、どうぞ。あと8スコも捨てた。ん？ 15 あったんか。15倍あった。ここの物資箱に。SR コンペもあげれます。ピューン。 SR コンペもらおうかな。はい、あざっす。あと拡張クイックもね、あそこに落ちてる。多分武士箱に。もう一回フルカスになる。バイク、じゃあバイクの方来てる。オッケー、行くわ。出てった。めちゃめちゃ人数残ってるな。結構多いね、これ。バイク多分俺の方つくな。オッケー。うわー、そっちかーい。抜けてった？死んだな、俺。いや、いる、道路にいる、道路にいる。こっちの方見たら見えんかな。まだちょっと遠いよね、今ここで向かっとる。あ、ずれた。あ、大丈夫だ、抜けてった。オッケー。東側に抜けてった。うん、ダチャも来る。アンチ来たです。抜けてった、ダチャも。ナイス。一人ダチャ。やったやった。やってね、向こうでいる。この辺、この辺でバギー横転させる。あのくぼみか。ああ、なんもない、あのシューマイのところで寝転がってるわ。それあれかも、俺がさっき見た。ああ、そうそう、多分そうだと思う。バギーとバイクだったから見に行こう。ここにゴミ結構あるな。大丈夫。おい、あれ、あ、ダチアめっちゃ奥まで流れてる。あれか、見えた。ああ、8か。あれ、あれ今サブラクさん撃った？うん、撃った撃った。一発当ててる。そいつ胴体マピン。うん、麦わら裏。ああ、やったやった、麦わら裏やった。オッケーオッケー。で、それ多分上から撃ってた、こっち側から。あ、4ピンの方。バイク止まってる。もうちょいこっちかな。そうね、鉄塔のとこにいるかも。あ、違う、わかった。あ、ここだ。4ピンにいる。4ピン。U 字か。はい。そいつが俺が発見したバギーのやつを倒してた。あ、見えた見えた。U 字の建物の外にいた、外回り。あー、見えた。ここにいるわ、1ピン。奥の小屋のとこ。あ、で、ダチは1枚出てる。あ、どんどん上がってってる。なんか、あれ、別泊臭いな。ね、撃たれてるね、あのバギー。これ、徒歩でいいか、めんどくせえし。ほな。車どこだ？あ、今ね、あ、止まった。たちはこの辺。あ、その後ろのところに車あるよ。俺結構近い、これ。いや、大丈夫。オッケー。本当にちょうど4ピンぐらい。あ、
はい、4ピンじゃない、1ピンぐらい。1ピン、はい。今ここだな、本当に。うん、1ピンだね。1ピンあたりにダチは止めてる。木が3本立ってるとこ。そこ行ったらいるよ。うん、バレる。あ、1人ノックしてるわ。ノックしてる、されてる。そっちに向かって走ってってるやついる。1人、2人、2人そっちに向かって走ってってる。うわー、グレナイド来た。戻ってった小屋の方に。起こしてるやつノックさせたから多分あと2枚だわ。今前に出ようとしてた2枚で終わりだと思う。1ピンの方、1ピン、いや4ピンの方で、なんかもう1台別の車来てる感じは。そこしゃがむ。俺1ピン取れちゃった。はいはい、建物いるよ、まだ。うん、シャーさんの方カバー行くのちょっと遅くなるな、だいぶ。OK、 こっちダッシュ動き始めた。そっち向かって走ってる、そっち向かって走ってる、うん、ノック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 。家の中、家の中、家の中。左の車の裏にいる。最悪なんだけど、これ取れる、こっちてるけども、どこすぐに簡単間に合わん。飛ばしたアグリ。まだグレあるよ、俺。投げてきてるグレ。攻めてくんの見れる？家の中だよね、これ。家の中、まだ入れ入れ入れ。ちなみにアンチクソ遠い。オッケー。え、あれ飛ばない、飛ばず入ってんの。うわ、ミスったぐらい。まだ見てる、こっちで。ナイス。ごめん、あと中。ナイス、ナイス、ナイス。通り点で解けた。4ピンの方に別班いる、はい、本当にドピンのところ、木の裏で伏せて回復してる。ちょっと待って、5ミリがないとやばぞ。どうもらいます。めちゃめちゃ余裕あったら7ミリちょっとだけ欲しい。7ミリ取ってきますよ。 DMR で今50発アンチが。やべえ、マジでアンチやべえ。結構 GG 感ある。回復だったら死ぬほどあるんじゃない。車2台とも多分瀕死だと思う。そこダッチャー2台は相手ってジープ乗ってる。4ピンの方、4ピン。オッケー、俺もとりあえずアンチ向かっとく。いっちゃそうだな、こいつら。バイクも乗ってる。どれ沿いに行く？スタルバ沿い、まあ、行くな。安納屋沿い、上沿い、北沿い、上沿い、上沿いか。スタルバ沿い。まあ、とりあえず車ないと死ぬ。これアンチも車なかったら終わるアンチやん。いや、間に合うんじゃねえ、まあ、ちょっときついか。まあ入ってからは終わりだね。こっち行くしかない。もう限界。こっからさらに左側にやったらもうそれこそ終わりみたいなところあるかも。まあでも4だから回復はまあまあ持ってきた。ドリンクだけはめっちゃある。妙なところにチームが集まってたな。すごいことになってた。キワなのに鬼ファイトしてた。あ、7ミリを回収できた。オッケー、はい、オッケーです。新2ベスの新品落ちてる。はい、人は大丈夫だね。お前の方がいい気がしてきたな。線下げちゃったからな。4ピンは見えない。何、3倍と比べてってこと？そうっすね。今垂直も下げて線下も下げちゃったんで。垂直いくつ？今 1.0 っすね。
おお、結構下げたな。もともと 1.25 とかあったんで、で3倍24だったんで、みんな結構極端に選手変えるよね。飽きないですか？いや、俺はもうブレるのが一番嫌いだから。あ、なんかやってて、あ、この選手もういいかなみたいな極めた、ね、なんかある程度までいくと、うん、なんかこれいいな悪いなっていうのが分かってきて、あ、でもこれだったら他に選手変えて上手くなる可能性あんだったら変えた方がいいなってなるんですよね。高みを目指していくわけね。さらにそう、さらに高み目指そうとした結果戻ることも、そう、終わる可能性がある。あ、これ俺それでっかい大スランプだから、そのなんか元の選手の感覚がずれると、その自分に一番しっくりくる感度が消える瞬間ってあると思うんだけど。あ、ある。そうそうそう、それがやだ。まあでもそれって結構普通に理論的に間違ってないというか、なんかビクってなった時にさ、びっくりした時とか、びっくりした時、そう、反射的に動かす幅っていうのがずれてくから多分そう、感覚が狂うってのは、そうそうそう、それが嫌いだな。まあ、最近はすごい意識して、まあ PUBG は無理だけど、もう 0.1 単位とかでしか俺絶対選手変えない。パブジはもう1回で帰るけど、しょうがないから。 PUBG の1結構変わるから感覚良くないんやな。そうなんだよな、もっと細かく選手変えさせてほしい、できれば。ピンに出しちゃうと思った。 DPI に依存するもん。そう、 DPI 変えたくないんだよな。俺も今 DPI 772だから変えたくない800にしたな、ちょっと。でも800にしてから感度あんま今変えてないな。もともと1000だったっけ。1000、2000。2000か。ウェイポイント両方いる。はいはい。上の3ピンの方がなんかグレがやばい。あ、なんだ。あ、はい。集落にもいるわ。このウェイポイント3つともいる。親川先殺しっか。どうせこれそんな車線通らんから。南側にいない限りはいけるんだ。いない限りは。いない限りはな。さっきダチアがそっちに上がってってたね、南から青ダチアが。あ、そう、さ、そのダチア、そのダチア俺が聞いたのも、集落から車線通ってんだよな、絶妙に。小屋中っぽいな。見に行ってるね。うん、2枚いる。あとセラルサップがいる。ついでに車も調達できるな。ショート消すわ。いや、あ、こいつ、あ、ドア開いた。あ、小屋、ドア開いた。中いる、まだ。めっちゃ慣れた。また開いた、小屋。閉めたり開けたりしてる。それさ、ゴグリさん、ちょっと窓割ってくんね、ドア割ってくんね。いや、俺もう投げる。あ、オッケーオッケー。あ、出てくるかも、それ。置いてる。置いてける、これ。あ、いや、俺が出てくる。ナイス。木炭か。車もゲットしたけど、アンチが結構。こいつらでちょっと確保したいな、投げ物。目殴りをもらいます。目下に落ちてる。 MK 持ってやがる。わー、これ持ち上げちゃう。大丈夫かな。もう一個とか。今もか。物資取って中逃げた。二人は入ってるわ。はいはい。あ、てかこれ別に斜面沿いに上がればいけるか。ぐるっと回れば。あ、ごめん、見てた。車線を切ってるわ、とりあえず。車使っていいこれ。あ、いいよ。一瓶側にいたやつがどこ行ったんだ。そいつはね、もっとこっち行ってるけど、その辺に。あ、これ、通だもんな。ありがとう。あ、オッケーオッケー、この音か。そう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 。一人にクソしてる。三連窓から撃ってるやついるね、SLR。それ、MK とね、あと一人誰かいる。三人はいる、それ。いいよ。
倉庫もね、多分出てったかもしれん、もう。3連まだまだいる。あれか、2人いる。3まだまだいるね。やった、3も3減るね、これ。もう一枚いるよ、もう一枚いる。オッケー、3減る、キリがいる。ちょっと詰めるそうな位置のリード職。もう、あ、リバイブ終わった。で、俺場所見られた。これ上から来るな。つーよー、これリバウラいるわ。はい、中だけ巻いとく。あ、やー、繋いだら、繋げたら起こせるかなぐらい。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ行ってんね。もう2回目だから多分無理だわ。終わるかな、無理だ。うわぁ、どこだこれ。あー、あれか。技術。もう一枚、もう一枚あるよ。今起こしてる。やった。起こしてる、起こしてる。あ、なるほど。これ、重複するんだ。もくもく耐えといた。これ結構地味。あ、でもあっちやってんだ。やり合ってるな。詰めてない？詰めてる、詰めてる。左逃げよ。元々家にいたぜが。あ、でも抜いてる方だな。こいつら物資3個持ってる。もしかして2個か。青い家にいた。青い平屋。置いとこう。こっち来るな。これ引かれるのだ。あと3もやった2階だった。え、うわ、マジかよ。どういうこと。一人飛んだ。青い家飛んだ。それ青い家や。ナイス。グレー来てる。あ、グレー、グレー逃げた方がいい。逃げて。あ、やばい。サブラクさん4回目。もう1個来てる。やべ、ガス来てるから行っちゃった方がいいかな。パルスに埋まっちゃうね。一人はダウンしてる。これきつかった。いやー、ごめん。俺がノック取られたのが悪かったな。そこで伏せて回復。今追い入れたで。まあオンスリーかな。多分そうだと思う。家の前で。その目の前の家の中にグレ投げたらこうするよ。スルーンはオンじゃね。右で。外やってる。ああ、マジか。飛ばし合いやったな。じ。ああ、211やね。本当よ。ワンチャンあったー。惜しかった。